アンダーウェアって言われてるのは、実はピタッとしてないと、皮膚にくっついてないと 100% 機能を発揮しないんですよ。で、あのスキーウェアいいんですけど、スキーウェアってものすごいあの綿が入っていて保温能力が高いんですけど、調整する能力がちょっと劣るんですよね。だからチャック開けたりとか、あのファスナー開けたりとかしなきゃいけない、あのここ開けたりとか。一応ここがあの通り道になってるんで、どこでもいいですね。ほんとどこでもいいです。はい、ある程度近くにずらしてもらって、コージージューススタンドと言いまして、まあ、コージーとジュースを混ぜて飲むスタイルということで、まあ、お店の名前が、まあ、そういった名前なんですけど、米麹から作った甘酒が、まあ、美容だとか健康にということで、まあ、女性のこうなんていうんですかね、まあ、注目の的になって、今米麹の甘酒が非常に今巷ではもうブームなんですね。めっちゃ美味しいですね。 OK です。なんか牛乳とかの味、その結果って俺にいいからね。うまいでしょ、うまいでしょ。なるほど、はい、みんな入ってくださいっていう、うん、そっか、やっぱどれだけ汗を発散させるかが大事ってことですね。で、そうなんですよ。で、発熱素材だとやっぱり汗どうしても出るから、それで暖かくなるように、はい、これやるんですか。あ、動くからね。まだ寝ないですけど、はい、さっきね、この山登ってるから、これ聞きながら、どうかなと思って。はい、ラッセーラー。どうでした？その忙しさは、まずは無事に生きていました。アマチュアの靴下の方があったかかったですね。足の冷えはなんか指先の冷えが全然違って、普通の靴下だったらなんかもう感覚がなくなるほど冷たかったんですけど、靴下は大事なんだなと思いました。これ家帰って何か言われないですか。おじさんじゃねえよ。牛乳にあんこを溶かして白玉の素を入れただけです。ぜひ食べてみてください。これ美味しいので。
ここにパンがあるので、パンを 2,3 個こう入れて、でとろけるチーズをピャッと抜いて、でなんかクルトンとかのやって、それをこう上にかけてチャプチャプして食べていただきたいかなと思います。うん、うまそう。